ソンシン信ン A、孫 S.I. 九1979年4月17日体は、韓国出身の男性歌手。韓国では2000年にデビュー。日本では2017年12月にファーストアルバムを発売。2018年度、NHK テレビでハングル講座にレギュラー出演が決定した。2000年デビュー。2001年、 第16回ゴールデンディスク新人歌手賞を受賞。2011年 KBS のバラエティ番組、一泊二日、シーズン2に出演。2012年、CN ブルージョンヨンファ、少女時代ユナと共に、2012KBS、火曜大祝祭の MC に抜擢された。2013年、バラエティ番組、一泊二日から降板。12月10日にジェリーフィッシュエンターテインメント所属の、 歌手である、パック・ヒョシン、ソイングク、ビックスと共に新曲、冬の告白を発表。この曲は、メロン、ネット、バグズ、オレ・ミュージック、ソリバダ、ネーバー・ミュージック、ダウム・ミュージック、ジニーの8つの配信サイトのチャートで1位になった。スーパージュニアのヒチョル、2NE1 のダラと共に、2013SBS、歌謡大祭典の MC を務めた。2017年、 日本ファーストアルバム、ドラマ発売。2018年、ジェリーフィッシュエンターテインメントから独立し、個人事務所を設立。日本ではレーベルを、ビクターエンターテインメントに移籍。日本ファーストシングルをリリース。2018年度、NHK テレビで、ハングル講座に出演が決定した。2021年、エースフルアルバムをリリース。バラエティ番組テレビ番組。 ウェブラジオイベントアルバムデジタルシングル OST アルバムシングルデジタルシングルありがとうございます